はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。今回はいろんな BL 系の動画を見ている人ならもう見飽きたよっていう人もいるかもしれない企画をやりたいと思います。その名も B リーグ勝敗予想第3節編。はい、ということで今回は他の方がやっていて僕の想像を超える形で再生回数が伸びている勝敗予想について僕もやっていきたいと思います。最初に一気に予想した後、試合内容について語っていくので、ぜひ最後まで見ていってください。今回は11月17日の土曜日の試合結果を予想していきたいと思います。秋田対琉球は秋田。三河対名古屋は三河の勝利。横浜対アルバルクはアルバルクの勝利。信州対渋谷は渋谷の勝利。大阪対京都は大阪の勝利。北海道対島根は北海道の勝利。千葉対宇都宮は宇都宮の勝利。川崎対広島は川崎の勝利。新潟対滋賀は滋賀の勝利。富山対三重は富山の勝利。ということで、こんな予想となっています。それでは各ゲームについて語っていきたいと思います。まず、秋田対琉球ですが、4連勝中の秋田と2勝2敗で今一つ流れに乗り切れていない琉球ということで、勢い的に秋田かなというところです。ただ、この試合で一番重要になってくるのは、3ポイントの精度だと思います。プレッシャーの厳しい秋田のディフェンスから、琉球も簡単にいつものプレーはできないと思うので、その中で3ポイントがなかなか決まらないとなると、一気に秋田に流れを持っていかれてしまう可能性があります。三河対名古屋では、現在西の2トップの戦いというところで、屈指のカードのような気がしますが、名古屋の方はまだ完全に噛み合ってるとは言い難いにもかかわらず、三河はエースが誰かはっきりしていて、思い切り力シュートが打てていて、かつ渋谷との接戦も2戦制したことで、勝負強さがついているので、前半に名古屋の得点が爆発しない限りは、三河の勝利になると思います。横浜対アルバルクは、予想はアルバルクの勝利なんですが、ここで横浜が勝つと、やっぱり今年の横浜は違うとなる試合です。今年は日本人選手が、秋選手以外に、森川選手と森井選手のモリモリコンビがいいプレーをしていて、小原選手やストックマンジュニア選手もかなり注目したい選手となっています。なので、横浜は勝つ可能性も全然十分にあると思います。そして、信州対渋谷ですが、前節宇都宮相手にスタミナ切れのような感じで負けてしまった信州が、今回も相手が選手層が嫌がらせのように分厚い渋谷ということで、どこまで食らいついていけるかが焦点になってきそうです。大阪対京都は、大阪もかなり不安定な感じが否めないんですが、それ以上に京都が、という感じで、特に松井選手が死んでしまっているので、早急にアシストを供給してあげてほしいというところです。この辺はライス選手が新しく入ってくるので、ライス選手がどうにかしてくるのではないかなというところです。北海道対島根では、北海道の外国籍選手2選手に注目で、まずは名誉選手です。この前の試合では38分と、試合に出過ぎ感は否めないんですが、伸び盛りで若いので OK でしょう。ただ、メイヨ選手とテイラー選手のコンビネーションはなかなかに止めづらいものがあると思うので、それをいかにして止めるかが島根にとってはポイントになってくると思います。千葉対宇都宮はなんか強いけど波に乗り切れたい2チームで、その中でも千葉はよりお試し感がまだ強いっていう感じはするので、宇都宮の勝利となるんじゃないでしょうか。広島はこの前アルバルクとやったばかりなのに、今回は川崎という激強ラインナップですが、大阪を連勝で下して気分よく来ている川崎を止める手段を持っているチームが、そもそもこのリーグに何チームいるのかっていう問題なので、川崎の勝利になってしまうんじゃないかなっていう話です。新潟対滋賀は絶賛若手育成中の2チームの戦いということで、どちらの若手が流れに乗るかっていう対決です。若手の伸び伸び度で言うと、滋賀の方が現在一歩リードな気がします。ただ逆に外国籍選手が早い段階で合流していた新潟は、もう少し若手にプレーを任せていいような気もします。富山対三重は三重も頑張ってほしいです。ただ、宇都、マブンガ、前田のオフェンス3兄弟に外国籍が合流ということで、止め方はわかりません。はい、ということで今回は結果を予想してきたんですが、次回の動画では試合の結果を振り返りながら答え合わせをしていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、石山ながらバスケットボールチャンネル。普段は B リーグについての解説、日本バスケについての動画を上げております。今回の動画が参考になった、面白かった方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。よかったらこの動画を友達にも教えてあげてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。